いや、おいちゃん来ちゃうっていうのとあと、早く取って、早く俺トレーニング、肩のトレーニングしたいから久しぶりの師匠でございます。こんにちは、髪伸びました。髪の7秒目だったでしょ。師匠ね、ちょっと今日はね、師匠はね、ベンチの潰れ方を伝授してくるらしいんで。店長は潰れられないということで。そう、潰れられない、怖くて。だから一人で、この潰れ方マスターすれば一人で来ても高重量っていうか自分のマックスまで追い込めるってことですよね。そうね。失敗しても死なないよね。まあ、前提は潰れない。これ大丈夫、入る。入ってるよいしょ。これちなみにこのやっぱりセーフティーバーはまあできればあった方がいいかな。でこれが可変がでかすぎてこう潰れた時に胸に当たってしまうと。だから店長はあれでしょ、怖くてできない。怖いでしょ。あ、こんな低くていいんですか、ラック。うん、そう。で、ってやって、ここで潰れちゃうと、もうどうしようもないよね。マジで？ぐるんってできます？そう、だから、若干こっち側に落としてあげるんだよね。こうやって。おぉ。はい、ただまあ、みんなほとんど知ってると思うんだけど。ちょっとごめんなさい、もう少し低くした方がいいかもしれないよ、これ。はい。で、潰れ方。ここで潰れるとどうしようもないよと。きついね。え、それ胸腰そうになってもダメですか？あ、ダメだなそれ。はいはい、ダメですね。でしょ。死にます。だからもうこっちに出すしかないんだよ。この辺か。うん。首怖くねえすか？だってこれがあるじゃん。まあまあそうなんですけど。うん。それで？あと抜ければいいだけだよな。おお。あ、うんうん。首の方に落とすもんね。まあ怖いと思うんだけど、でも基本的に耐荷重量って200キロぐらいだから、こういうのってそうそうぶっ壊れないし。まあぶっ壊れないでしょうね。うん、もし壊れるようななんだラックだったらやめた方がいいよね。だまず潰れないの前提ね。ただしどうしても潰れてしまうときは限界にやってて限界になっちゃったらここで粘るともうどうしようも、なんだろう、微調整できなくなっちゃうから限界だと思ったら見切りつけてゆっくりこうやって下ろしてあげる。じゃあもう本当にゆっくりじゃないと怖いですよね。ゆっくりだったらそっか。で早めにもう諦めろと。とりあえずもうそ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 う、一人で高重量やるのであれば。まあそうだね、安全第一ですからね。そうだね。うん、あとはアップの段階で潰れる練習はしといた方がいい。いきなり潰れると軌道が怖いから、俺は絶対にアップの図にやるんだけど、失敗したら顔の方までいったら顔アップやって、でこう潰れるイメージは必ずやっとく。あ、うん、20キロで。まあ俺は潰れないけどね。ちょっと待って。うわ、低いなこれ。胸つけらんねえか。あ、もう無理だと思ったらゆっくり。うわ、怖え。これマジ怖えよこれ。いやこれ100キロだったら本当に怖い。え、ギリギリじゃないですかこれ。最悪よ。最悪。あ、抜けられる抜けられる。最悪のケースだよ。あんま低いんだよ。高重量はあんまりおすすめしないけど。これ怖えけど、でもまあ抜けられますね、確かにね。うん、胸とこ落としたらやばいけど、ここだったらまあ確かに。なるほどね。なるほどね。以上です。これがもうちょっとね、可変ができればいいんだけど、これ1個増やすともう胸つけらんないから。段階がちょっと違う。そう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 。へえ。っていう動画なんですけど。ほら微妙になるって言ったじゃん。地味だなこの動画。ちょっとなんかやってくださいよ。閲覧回数多分10回とかだぞこれ。いや、しょうがないよ。でももうしょうがない。消していいかな、もう。いや、これ大事ですよ、ベンチの潰れ方。いや、これ意外に多分100万回再生いくな。さようなら。いや、もう一発目100回いきましょうよ。さっきの動画だとパンチが弱すぎるんで、ちょっと一回じゃあ、今まで一回も上がってない、ベタレの100、一切腰となんだっけ、ケツと頭、浮かさない100で、で多分上がんないから、上がったことないから。大丈夫、俺いなくて。いや、ダメですよ。本当にやばい時は軌道やってくださいよ。ちょっと一回じゃあ本当にそれでちゃんと潰れられるかってちょっとやりましょう
100で。あ、上上げた方がいいよ。あ、そうか。じゃあね、怖いね、状況。ここはあの、やってきたばっかだからつけられないんで。今ラップの音がするでしょ、カサカサ。ほら、80ぐらいにしとく。痛い。いや、100でいいっしょ。だってこれもしかして100当たる瞬間かも。胸つけられないんでしょ。そう。胸つけらんないけど胸つけるってこと。そう、そっと。だって大丈夫、腰反らさないんだから。100って何個つけばいいですか。12枚。そうだ、つけらんないんだよね、これ。本当に昨日入れたててね。でも珍しい、あんなに血が出るとは。でもだってラップついてるよ、ほらほら。痛いんだよこれ。さてと、これが100くらい余裕だな。大丈夫、さっきのイメージね。これでも怖いぞこれ。ちょっとゆっくり、あの潰れるときあの補助しながら潰させてください。これ首に当たったってもあの致命傷なんで。首に当たんない。こっちの方が高いから。気をつけなきゃいけないのは顔と胸に落とさない。これ結構ピンポイントじゃないこれ。あのね、顔はね痛えぞ。台所じゃ下手したら折れるよこれ。一人でちょっと一回じゃ上げますよ。略取っただけお願いしますよ。せーの。じゃあこれさ、あんまり上に行っちゃいたらこれは無理か。あ、それ関係ない。あ、そうだってこうはこれが一定だから。むしろ若干こっち側じゃない。あ、でも関係ないね。ほんと、いつも通りでいい。ちょっとじゃあラックアップだけこれ上げるつもりでいきますから。待って、そーっとつけてやれば。どうせ胸とあれ上げないんだから。あれだよ、でも第一前提として落ちちゃったら分かる。磁石みたいにピタッてなっちゃったら胸でずらさなきゃいけないからね。最悪じゃないですかそれ。だから、ま、最悪じゃん。あんまそのタトゥーに良くないような気がするんだよ、ね、しょうがない、 YouTube だから。行きましょう。まあ、流血したらいいかもな。いやだよ、閲覧回数が伸びる。また入れ直さなきゃいけなくなっちゃう。はい、せーの、はい。あ、重い。何これ。つい潰れようか。あ、これこれマジこれこれ。ビビりだな。これよっしゃ、潰れたぞ安全に。これ怖くない。俺もう恐怖心がないよね。いや、これマジ怖いっすよこれ。落とす瞬間これ喉チンコでかいやつは無理だな。喉ボトケか。できればあれだよね、一回あげんのに、うん、つけて微動だにしない重さはあんまりおすすめ。そうだよね。そうそうね、つけてちょっとでも浮く重さだよね。そしたらゴーンっていけるからね。そうそう、あ、もうゴーンっていうか、なんだろう、こう持ってきてこのままこうゆっくりこうずらす感じだよね。ガンっていくと反動がすごいから。でも結構怖いぞこれ。ただまあでも安全に潰れることはできる。100上がりそうじゃない。なんか、うん、もう一回やってみる、うん、なんか今結構余裕な気がしたんだけど。まあでも結構補助入れてくれてたから。いや、そんな入れてないよ。本当ですか。もうあの胸が心配で。そうなんだよ、胸がね。あのガンと落ちたらほらもう一回入れ直しになるんでしょ。そう、入れ直しになっちゃう。いっか、いや、もう一回やればいいじゃん。 100? 今後次触んないから。触んないと。でもここ結局ぶつかるんですよね。いや、いいよ、まあ、ぶつかるよね。いやだ、それがベンチプレスだ。いやだ、もう入れ直したくない。入れ直したくない。痛いもん、ほんと痛かった。はい、終了。地味、すごく地味な動画。肩のトレーニングでもするか。いや、そんなの多分見たやつはいない。え、地味だな。ちょっとじゃあ、あとトレ動画でもずっと流しとけば。そうしようか。じゃあおまけのトレーニング動画。いつ消えるか分かんないからこれ。またいつも通り。いつも通りあれだな、ゆるいな。いや、俺どうせ筋トレ動画のあれじゃないし。この髪の毛のあれだよね、伸び具合でさ、どんだけ間俺空いたかっていうのは多分もう何してたんですか。もう忘れられてるような気がする。山ごもりでもしてたんですよ。俺が最近来れない。平日本当に来れなくなっちゃった。地道にコツコツトレーニングしてましたよ。ちょっとポージングしてくださいよ。
え？でかくなった。全然でかくなってない。いや、なってよ。絶対なった。なった？なったなった。カット出てる。まあ、前元々でかいんだけどね。なってないよ。なってないよ。てか今日パンプしてないしね。まだ上半身やってないからね。うん、今日足だけ。パンプしなくてそれって結構怖い。ん？パンプしなくてそれって結構怖い。うん、大丈夫。根は優しいよ。意味が。さてさて、おじさんもじゃあ肩やるか。俺は今日は2頭ですからね。本当は3頭もやりたいんだけど、パイオツがね、うん、あんまり汗かきたくない。だって今な、若干風邪気味なの、昨日のせいで。風邪っていうかあれでしょ、熱持ってるんでしょ。そう、で、熱が、ね、喉が痛い。タトゥーって喉にも良くないのか。いや、あの、免疫が下がるんで、あの、あー、なるほどね。非常に。地味な動画だったわ。まあいいんじゃない。散々念押したのにな。本当に、いや本当にそんなんでいいの。安全安全。地味すぎるよ。安全第一。だ、万が一潰れたらでいいよ。でも結構怖いよ。よ本当に。だからここのラックがね、特殊すぎるんだよ。あ、消えたよ。俺も数々のジム行ったけど、こんなにセーフティーラックが狭いのは初めてだよね。確かにそう。嘘でしょっつって。やりづらい。基本的にブリッジ解いたらバーに当たるんだけどな。一切当たんねえからな。そうなんだよ。だから怖いんですよね、ここでやる。リバック発達して、他が発達しねえよ俺。やってないから。胸をあれやったら、まあ、ベンチが部屋にあるからな、本当に。やっぱやるやつがやってるとこは発達すんだよ。うん、結局。それがトレーニングがいいとこですよね。え？ちゃんとやってるとこはやっぱりちゃんとそれなりに結果が出て、やってないとこはちゃんと結果が出ない。そうだね。それがトレーニングのいいとこがないですか。何せ球技はほら、才能とかさ、センスがものを言うけど。ああボディメイクに関してはね、やったらやった分だけしっかり返ってくるからいいですよ、ね、才能関係ないからね。うん、いくつになってもつくから。うん、俺ももう言うて34だしな、もうそれが楽しいトレーニングは。不確かじゃないところがね。アホいらねえな。大丈夫かな。サイヤマンが言ってたけど、え、サイヤマンが言ってたけど、なんすか、ビーチクが映ると。なんか、あれしょ、コマーシャル貼れないとかなんとか言ってなかった。いやでもね、あれ関係ない。あ、関係ない。なんかもう AI が暴走してる。あ、そう。なんか全然関係ない動画まで剥がされてるし、平均、え、これ本当にこの動画は平均なのっていうのがそのまま CM だから。あ、ならいいや。俺そう、今日ビーチクが多分チラ見しちゃうタンクトップだから。男のビーチクダメってもう終わってるよ、そんなような。はい。疲れてるよ、そのような。重っ。じゃあ、これでいくか。ハーフパンツに履き替えて。熱い。太ったな、しかし。はぁ。足ほっせ。足やんないじゃん。今スクワットは伸びてんだよな。スクワット全然やってないわ俺。前よりかはちょっと上がれたんだけど、まるでやってない時よりか上がれたんだけど。上がんない上がんない。はあ、さて何分これ。動画編集ができなくなっちゃう。何か、なんか最近動画くっつけると、なんだろうな、容量がすごくて。ああ、この間のやつもあれだよね、2回に分かれてたよね。そう。お、来たか。消すか。知らない人が来たから。じゃあ今日地味な動画でさよなら。